Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started.さあ、お待たせしました。ザ・ゲストショーのお時間です。本日のゲスト、つぶやきしろうさんです。どうも、お弁当についてるちっちゃい醤油どっちからでも切れますって、両方切れない時あるね。いや、そう、さっき言ってたハロー神奈川の久米さんが言ってたやつ。さっきやられましたか。きしょう、やられましたね。きしょう、そんな人、そんな人すぐパクる。見つけたと思ったのにな。斬新なあるあるだと思ったのにな。タッチの差で、タッチの差で組み立てが早かったんで。斬新じゃないんですか。斬新じゃない。斬新じゃないんですか。どっからでも切れますって、あれ、別に先っちょ、両方の先っちょだけでいいですよね。いや、そう、だって、ど真ん中から切るやついないでしょ、あの醤油を。ブチチャーってなるでしょ。だから、全部から切れなくていいよね、あれね。昔みたいに1個切り込み、ちゃんと分かりやすい。そうそう、端っこのね。これでいいですよね。両方も全部。確かに確かに。にして、全部切れない。切るやついる。すごいな、すごいわかる。そこまで言わないとダメでしたね。そこまで言えない。時間もあるし。横浜支部の久米さんに。横浜支部の久米さんに。ダメ出ししないでください。ダメ出しするライブやったら面白いです。みんな、あるあるのダメ出しやったら。ダメ出しするライブ。みんなで。ダメ出し。すごい平和だったのに。なんかちょっと思ったんですけど、だからこの前アメトークでせっかち芸人って出たんですけど、せっかちのエピソードにもつながりませんか。なんか、要するに。ああ、あるあるって。うん、ああ、なるほどね。そうそう、言い方がこうね、のんびりしてる感じだけど、うん、こう、うん、細かいところ突っ込んでる様子はせっかちな。ちょっとあるね。ああ、すぐイライラするし。で、そういうと、細かいと気づく時点でせっかちなのかもしんないね。そうっすね。だって、おおらかな、人間だったら、うん、そんなの、まあいいよ別に、なのに、そこをつついて、俺はダメ人間です。急な自虐。すいません、ダメ人間で。俺考えたやつ、いいですか？考えたやつあんの？あ、だから、せっかち芸人のエピソードみたいなのできないかなと思って。あ、で、あるある？披露宴とかで、子供に、新郎新婦おめでとうございますとかっていう挨拶、長すぎるよね。ちょっとでいいよねってどうすか？いやいや、どうすかって言われても。あれもイライラしちゃうの？あれなんか長いな。ちょっとちょっとやっぱ読むの遅くなるけど。子供だから。はい、で、受けるじゃん。はい、もう、その受けがピークじゃん、あんなの。もういいだろ、と。さっき受けたんだから、その。死んだわ、死んだわ。子供と、なんか出落ちとかないから、別に。出てきたで可愛い。あ、あんのかな？やっぱ子供のがある。俺よくそんな、ほら、あんまそういう、こういう関係ないから、あんまそういうの呼ばれたことないから。結婚式あんま行かない。俺そういうほら人間関係ゼロだから結婚式あるあるだけは NG だ。よくこんなよくこんなかけましたもうね昔の思い出だけみたいな、もう学校とか狭いとこだけで書いたから、うん、あんま期待しないで。これ幅広くじゃないから、ね、一人一個ずつ選ぼうっつって、あ、全部は読まないんで。俺全然俺気に入ったのが一個は何、これ63ページのやつ、うん、チョココロネはチョコが見えてる方から食べるけど、気持ち口で奥に押しながら食べるね。これすごいわかる。これすごいわかります。なんでしょうね。いや、みんな同じだったんだ。最後まで。最後までぎっしり会ってほしいから。なんだろうね、あのせこい感じね。最後はスカスカだったら絶対嫌だから。いや、要はチョコクリームが足りませんって俺が企業に文句言ってる。あ、そっか。ちゃんと全部入れとけよ。せこいな。見えるとこだけ。入れてるやつもあるんでしょうけど、信用できないから。だから、ちょっとずつ押し込みながら。押し込みながら。最後、パサパサになりますもんね。嫌でしょ。最後寂しいでしょ、だって。何味のパン食べたんだっけってなっちゃうから。これめちゃくちゃわかるわ。正解わかんないね。よく尖ってる方をちぎって、刺して食べるみたいな。なんかいろんな食べ方あるんじゃない？正解もよくわかんないね。田中さんが教育テレビでやってますよね。チョコ、あのね、E テレでね、0655でやって、チョコゴロネ食べるのどっちからって歌がある。どっちかな？そうそうそう。頭から歯って言って。なんとか歯っていうのも結構いっぱいありますよね、今回ね。あの、この、あ、僕。つぶやきさんのやつも、なんとか、なんとかする歯です。なんかパクってました、僕。いや、いや、気にしすぎだって。一個ぐらいかぶってやつあるでしょ、って。今のもチョコゴロネその、パクってますよねって言われてるのかな。パクってない、パクってない。でも、わかんないよね、もう。本当ね。まあね、こんだけ、やっぱり、みんながつぶやいてる時代ですから。そうそう、今までね、今。みんなが。
あ、なんかノラちゃんある？私は93ページのでかい消しゴム持ってる子いたよねっていう、うん、いたいた。もうちょっと面白いのなんかわざわざそれいやいいんだけど、いやいや、もう本当に鮮明に思い出して鮮明に思い出して、もう次の日はいつももうなんかちっちゃくなってて、でかい消しゴム、自分が持ってるタイプじゃなかったの、ね、そうです、うん、男の子が持ってて、でも次の日にはどこで売ってんのってやつありましたね。そうですね。で最後まで消しゴムって最後まで使わないよ、使わないですね、最後の最後までね使わないです、消しゴムの最後って追っかけたらどうなるんですかね、どうなるの、本当なんか最後まで使わない、ね、持てないほどちっちゃくなるまでいかないですもんね、鉛筆ならなんか付け足したりって昔、ね、キャップなんかありましたけどね、最後ってノートも最後の最後まで書かずと書かなかったり、そうですね、どこに行っちゃったのかなって、ロケット鉛筆なんか全部芯なくしてまで終わんないでしょ、終わんないですね絶対ね、一個なくなって終わるもんね、ロケットそうですね、ちょっとなんかでも本当謎というか深いんですよね、そういえばどうしてたっけなっていうのを思い出すんですよね、そうなの、そのなんか読んでたらね、そう、うん、笑うとかじゃなくてね、笑う俺のやつですか、ね、くださいよ、俺もいい、面白いって言ってるじゃない、待ってくださいよ、こんな楽しく読む様子じゃなかったんですか、これ161ページ、褒めてもネガティブ、ちょっと待ってくださいよ正解出したいですよ、正解、はいはいはい、自分から電話としといてなんだけど相手が出なくてホッとするときあるよねそういうのがあるんですよ、すごい、なんですかね、なんでしょうね、なんなんですかね、なんかいや無理やりあんでしょうね、しなくちゃなんないけどやだな、奥で、もうでも、うん、電話はしたよっていう事実が残るから、そう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 、それでちょっとホッとするんですよね、もういつもよりちょっと早めに、ああもうじゃあはい、もうかけましたからね、わかるわ、通行ありますよ、わかるわかる、通行で切っちゃダメだよ、そら出ないよ、かかってきた時にこっちからかけてるからね、上位に立てるってね、そう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 、気持ちがいいのかもしれない、なんだろうあれ、玄米に変えようかなって思うだけ、玄米に変えようかなって思うだけ、はいはいはい、熟読してないだろお前熟読してないだろ熟読する本じゃないんだけどさ、リベンジとかリベンジ食べてるとどうしてもそう、玄米にしようかなっつうだけで結局 ね美味しくないからさ、そうなんですよね、続かないですよ、憧れはねありますけど続かないんだよね、玄米にしたらいいことばっかだっていうのは分かってるんだけどね、そう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 、ね、ヤンキーが、うん、すごいヤンキーだけどアロンアルファ使う時だけなんか真面目になるみたいなやつあった、ありましたね、どっかね、あれ誰でもちょっと真剣になりますよね、どんなやつでもそうです、ね、もし指つついたりそうそうそう、一回一回経験してたりするとなおさらすげー慎重になって、あなこいつこんな真面目な一面あんだっていう、ヤンキーヤンキーでもやっぱ嫌なんですね、ヤンキーでもそこは慎重になる、ボンとくっつくのは嫌なんだっていう、あのピアノの蓋閉めるときは慎重に、うん痛いからね、指と指挟んじゃうのもあれだし、ガンってな音が鳴るのも嫌だし、そうなんですよね、だからどんな悪い人でも信号を待ったりするじゃないですか、うんうん、やっぱ子供が前にいたら止まっちゃうとか、いなかったらね、確かに、ここは誰もいないから一回とか、ね、大人になっちゃうとか、そういうなんかこうね、悪い人の中の善を見つけるのも、そうそうちょっとそれは俺感じるんですよね、いいことですもんね、それはね、そういうのもあるんだね、哲学を感じますね、哲学をね、皆さん笑って終わりってのやめてもらって、なんか笑ったならなんかどこか言ってもらっていいみたいな笑って終わりノラちゃん、ノラちゃんもう一個ですね、カップヌードルの肉は大事に食べるね、あ大事に食べます、大事に食べる、うん、食べたどうってことないんだよどうってことないんだけど、うん、なんかね、食べ物がやっぱりいるでしょ、食べ物のシリーズだった、焼きそばのキャベツも大事に野菜取ってんだ、これで野菜取ってんだってこと、大事なことなんですね、蓋についたのも普段野菜食わないくせに蓋についたあのちっちゃいキャベツちゃんと食べるからもともとはもうあの火薬のね、もう干からびたもんなんですけど、なんか野菜って思っちゃってね、大事に食べるっていうのはあるわ、すごい、思ってるやつだもん、カニクリームコロッケの儚さとかさ、うん、確かにすぐなくなっちゃいますもんね、男子ってクリーム系が好きじゃない、うん、カニクリームコロッケすげえ好き、好き、よく女子勘違いしてるの、はい、別に肉じゃが好きじゃないからね、男子ね、肉じゃが、あ確かに、ね、別そこまでね、そうそうそう、まあ、料理のうまさをね、そうそうそう、どっちかというとクリーム系のが絶対男子喜ぶから、うん、なるほど、カニクリームコロッケなんて難しいな、そっちの、すぐ食べ終わっちゃうなら美味しくて、確かに、うん、美味しいから、確かに、これじゃ足りないの、カニクリームコロッケ、そうですね、カニクリームコロッケめっちゃ美味しいって言うじゃないですか、うん、だけど
絶対多分冷凍ですよね。いや絶対冷凍でしょうね。でも店の手作りでないよね。じゃないと。それに負けちゃう他のメニューってことになっちゃうね。そうすると。まあまあね。あとお弁当にあるあの紙何カニの爪だけなんか出てくる、なんかこう飛び出してるあれとかね。おしゃれにこう食べて。そう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 。あんま食べるとこないね。あんまないじゃん。そうですね。剥いてみると本当ちょこっとだけね。親指の爪ぐらいしかないですね。爪2本残っちゃうもんね。残っちゃう。あの置き場困るよね。どこ置くのあれ食べた後。カニ全般の問題ですよね。カニ食べるって少ない部分結構存在感。カニって結果タレだよねみたいなこと。タレの味のこと言ってんだろあれみんな美味しいって。そんなことない。フグとカニは。タレでしょっていう。タレの味ですよね。タレだと思うんだよね。焼肉はでもタレじゃないですよね。うん、まあでもあの食感もありますけど、でもタレ大きいんじゃないですか。タレ大きいでしょ。でもタレなかったら家では焼肉なかなか食べられないかもしれない。柔らかさとかそのあるだろうけども、ね、でもタレあるんじゃないかなって思うね。調味料のね、うん、それはあるよね。いや、いっぱいそういうのが詰まった。詰まったね。また今回も本を出されて出したという。ありがとうございます。面白いこの本もね。あのなんかメールが届いているんですけど、エルメスさんから。あのつぶやきしろさんって人生でまだ一度も映画館で映画を見たことがないと話されていましたが、はい、その後行くことはできましたか。つぶやきさんのネタは誰もが共感できるネタで、多くて親しみやすいです。特にお気に入りは赤白棒の紐を舐めるとしょっぱいよねのネタです。あ、すごい。30年前のデビュー当時のネタありがとうございます。今でも絶対受けますよこれ。まだ赤白棒かな。あ、もう使ってます。鉢巻きじゃなくてうちの子は使ってますね。今の格好あるあるとね、まあ変わってるでしょうね。そうそうそう。それが結構この話するとなんか唯一変わって、この前確かめた若い子に、そしたら俺が30年前言ってたあの体育館の天井バレーボール挟まってるねは未だにそれはあるらしい。まだ当時のはないよ。もう当時のボールが残ってるわけじゃないからね。もう空気抜けて勝手に落ちるだろうから、あのそういうあるあるはまだあるらしい。未だに子供たちで共感はあると。でも絶対ほらだってなんかホワイトボードとかになってたりチョークじゃなくていろいろ変わってるじゃないな。なんならオンラインでねやったりもしますから。あ、そう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 それはだいぶ違うでしょうけどね。だからいろんな授業の内容も違うし変わってきてるし給食のメニューも違うから。でも揚げパンはやっぱり人気だ。人気みたい。未だに。未だに。そういうのあるけど、もうメニューが豪華になってるからね。あるある通じなかったりするんだよね。ああ、そっか。だから通じるやつともう通じないやつが。やつがあって、知らないのもあるわけで、結局。だからそういうのは、だから新鮮っていうか。そうですね。携帯電話とかも出る前だったんですだって、もう全然。デビュー当時は。そう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 。だからよく、だからこの閉じるとか、もう当然スマホじゃなくて、だからその、ポケ、本当に入れとくと勝手にボタン押されてるね、みたいな時代の。ああ、なるほど。なんか。はいはい。まだパカパカでもないやつですね。そう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 。むき出しのボタンがあった時。そう。立つからね、こう。普通に。立ってました、立ってました。だってアンテナすげえ立てて。立てた。なんでアンテナ先ちょピコピコ鳴らしてるやついたりとか。そうですね。なんかそれがかっこいいみたいな。やってた。アンテナでしたね、そういえば。1分。ちょっとギャルみたいなことか持ったんだね。1分100円とかね、通話料が。1分100円とか、そうそうそう、だった。当時ね。そうですね。携帯は0円でしたけどね。俺持ってた au がまだ移動の頃とか。懐かしい。CDMA1。そう、CDMA1 とかね。で、あの、ドコモの CM やってた小田裕二が急に移動の CM 始めた時の衝撃ね。そう。あの、え、いいの業界のタブーいいの。すごい、エンゼルスからドジャースみたいな。いや、まあまあ、だけども、そこはいいじゃない。間開けなくても。普通にちょっと間開けたら。あのね、スパンで急に変わった時、びっくりしましたよ、ちょっとね。来たと思ったよね。そう、小田裕二。違う CM だけに。小田裕二だけに。最近の令和、今6年とかの最新のやつとかってあるんですか。令和6年のあるある。え、なんかわかんないけど、TikTok の。もう本当にわかんなくて。何にも知らない。だからその、なんだろう、もう本当時代遅れっていうか、もう、見たくもないの。もう、あの、学ぼうとも思わないっていうか、ダメなんだけどもね、ある、それであるあるやってんないと思うんだけども、もう、わかんなすぎて、だからそういう TikTok、ノートとかっつうの？ああ、ノート、あるあるある。とか、うん、全然、
もう時代遅れで、うん、そういうあるあるは言わなくてもいい。あそういうあるあるはもう言わなくていい。もういい。だからそんな欲張んない。もう、うん、昔の言っとく。なるほどね。うん。そういう人、言う人いるでしょ、どうせ今からの人とか。はい、そういう人にお任せして。あ、もう、そう、Z 世代の。あらがわない。うん。そんな、必死じゃん、なんか。おじさん、おじさんが必死でカラオケで今の曲歌うみたいなさ。なるほどね。うん。いいよ、無理しなくてって若い子思ってるよ、多分聞いてる。で、それがでもすごいですね。ブレないというか、もうずっともうこのスタイルで。興味あるんなら全然ね、自然にあるならいいけど、無理してやらなくてもいいかなと思っても、まあ、自分の興味はかないとあれか、うん、そうで趣味っていうかの普段はどういう趣味ね、あの今までない、今まで趣味ない、うん、趣味ないだから欲しいなと思って、だからいろんな何でもいいから、うん、何でも、うん、周りからは何その趣味って言われてる人も、趣味ある人ほんと羨ましくて、うん、そうですか、なんか推し面がいるとほんと羨ましい、うん、そういうのね、生きがいがある、そう、そう生きがいがある人ほんと何もないから、うん、もうなん、ほんとつまんない生きてて生のライブ見に行ったりとかね、あそういうのもないの、うん、それこそ本当に映画館で映画見たことないですか、ないの、一人で、ね、興味がないんで映画に、もうあとテレビで毎週なんかやってない映画、どうでしょう、やってるでしょ、はいはいはい、あれで十分だよね、タイタニック見たことありますか、タイタニックまだ、まあ、もう ロボコップぐらいかなロボコップ今度見ようと思って。ロボコップ見ようロボコップ今度見ようと思って。今度見ようと思って。見ようと思ってるんだ、一応ロボコップに。ね、だからやっとロボコップに興味がある、うん。そうそう、だから、うん、じゃあ、だんだん遅れていくから。遅れすぎですよ。タモリさんと、タモリさんと中井さんの会話じゃないですか。今度はアジンチモメ見るよ。だから急いで映画館行かなくても全然テレビで十分です。見れる、自分のタイミングで。うん。ほんとマイペースなのかな、だから。なんか映画館なんかじっと2時間も周りの人とが気になるし、自分で一時停止当然押せないし、なんか、そうそうです、ね、洋画だと端っこ、ずっと首端っこでしょ、G ばっか見て、演技見ないから、俺 G 読むの遅いから。で、それ映画館あるあるは知ってるんですか、多分、そういうのあるでしょ、それは言えるんですよ。想像で言えちゃうんだ、ただ本当に、あの、映画泥棒みたいなの聞くけど、みんなギャグで言ってるけど、本当に見たことない。そっか、もうもう映画泥棒。あ、見たことないんだ。始まったらもうすぐ始まるよとかね。はい、みんなお笑いの人言うじゃない、言ってます言ってます、何分やってんの、なんか投げみたいなこと言うの、そんな長くない、教えましょうか、そんな長くない、そんな長くはないです、教えましょうか、教えましょうかって別にいいんだけども、地元の教習所の CM が流れるとか途中であ、そうなの、そうですね、ないの、そうで、まあだから、舞台、うん、何、映画、映画、試写、舞台、うん、舞台、あの、うん、俳優出た時の、はい、それは舞台挨拶、挨拶は出たことあるの、あ出たことある、そっち側は出たことあるんだけど、うん、そうか、こっち側はさ、あのでもちっちゃいほらそういう関係者だけので出来上がりを見るとはあるよ、そういうのはあるけども、なるほど、チケットでちっちゃい窓でなんか1枚そんな受付ないです、そんな自動映画館で立ちパネルですか、俺だから未だに、はい、同時上映で、うん、変なのでとか、に、2本目がエッチなので、なんかデートで行って変な空気になるっていうあるあるのまま、すごい。映画あるある、だいぶ昭和で。そうそうそう。でも全然違うんだよね、今はね。そういうんじゃないんだよね。同時上映、ちゃんとしたやつなんで。2本立てもないし。だ俺そういうの、あ、2本立てもないんだけど、1本見たら出させられるんだっけ、出させられるっていうか、あ、いてもいいの?1本だけのチケットなんだ。1本だけ。だいたい昔はなんか3、同じやつを何回見れたとかね。とか、あの、2本見れたりしたっていう。そうそうそう、ね、そうじゃないんだよね、椅子とか動いたりするんですよ、こうピシューとか出たり風が今、はい、え、マジで、そうですよ、今そう、これはだから、まあ、あるあるというか事実だよね、 3D とかもあるし、だからあのあこの時に急に言った耳気持ち悪いよねとかそういうのね、はいはい、急に息が吹きかかってくるねとか、うん、ほんじゃ、ここで音が聞こえるとかそういうこと、全体こういうのもありますもん、本当にスピーカー、ほんじゃちゃんと聞こえんだ音は、だ他の人気をつけて食べたりしないでいいの、なんか音が出るから口の中でふやかしてから飲み込もうみたいな、なんかアクションで音大きくなったらどちらパクッと食べますね、うんうんうん、そのタイミングは、うん、未だにでも普通の映画館ではそれをそのあるあるはあります、ポテチはダメでしょ、ポテチダメです、あポップコーンもね、ポップコーンはもう劇場で買ったものしか、たまに買って
ていうのあるからね。それポップコーンある。それポップコーンある。そうするとカリってなっちゃう。豆のままのね、やつありますけど。カリの電車で挟まってってね、出てくる。そう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 。ピストルの銃射撃の瞬間に食べないと、噛まないと。うるさい時に、ガリガリガリって。知ってんじゃないですか、映画あるあったら。いや、だから、そういうのはわかるじゃない。だって映画じゃなくて、想像で。なんとなく。想像で。あ、想像多いのよ。だから俺。想像多いんすか？そう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 。そういうのって、でも、多分、ドラマで見てたりもするし、なんかの、いろいろなんか話したり、人から聞いたので、それはすごい。ドラマとかは見るんですね。そっか、なんか自分のなんか経験値でしか作れないと思ってましたもん、あれは。いや、全部経験じゃなくて、やっぱ聞いた話だり、あ、こんな感じだろうな、とか、あるじゃない？やっぱ、一個旅行行けば、まあ旅行じゃ、あんな感じだろうな、とか、そういう、そういうのから、だからたまに、お前だけのあるあるだよっていうのも当然あるし、まあそれはそれでいいんじゃないかなって思っちゃう。自己紹介を全員の前でするのをなくしてばいいのにっていうのはなんか あったんですけど、それはそんなに共感しなかった。いや、自己紹介してもいいだろ。うん、何でもかんでもってわけじゃないよ。そうそう、それでいいの。わざわざ言わなくてもいいんだけど、でもそれもありです。全然ありです。それもいいです。はい。ね、はい。多様性の時代。そうそうそう。さ、あんな自己紹介あんの嫌じゃないの？一人一人さ言わなくちゃなんないんだあれ。さあ今日ゲストにつぶやき志郎さんをお迎えしております。抜群さん、プリンプリンさん、うん、ブーマーさん、金谷秀幸さん、うん、ボキャブラの人がみんな、うん、ね、あの漫才協会に入ってて、ね、うん、なんかそのつながりでつぶやきさんとかね、うん、誘われたりしないんだと思って、まずそのメンバーと合わないっていうのがありますね。全然合わないんですよ。全然合う機会ないの、ね、当時は結構一緒に仕事してた。まあそう、だから現場が一緒になればあれだけど、はい、まあ、全員先輩だからそんなにこっちからはあれだし、それで誘う、漫才協会入んないって誘うのってナイツぐらいしかいないよね。やっぱいや、結構、いる抜群さんとかが誘って入れたんですよ、その辺って。あ、そうなの？抜群さん、青空浩二師匠が、リプロだからもともと。ああ、はい。抜群さん、お前らネタやんなきゃダメだって。で、抜群、あ、抜群さんだよね。抜群さんからずっとその続いて。抜群さんとかみんなを誘って、っていう流れがあったんで。でも、つぶやきさんね、ほんと同じ栃木の U字工事もいるし。ああ。だってもう、そのレベルじゃないから申し訳ないよ。そんなことないですよね。漫才協会の他に協会あるもんね。あ、ありますあります。それもあります。ならそっち行くかな。なんで？そっち盛り上げたい。あんまり声大きくない。おすすめは漫才協会です。絶対。いや、もういいじゃん。十分大所帯だから。そんなら、ね、こう、違うところでさ、意外とそうだね。だって出番、出らんないんじゃない？多すぎても。いやいやいや、足りないぐらいだね。足りないぐらいだもん。本当に？本当ですよ。若手が今アルバイトしたいっていらして、全然あの書いてくんないですよ、紙。あ、すごいですよ。アルバイト優先でね、なかなかこう、すごいね。出れる出演規模書いてくれないって。ギャラが安いからだろうね。だからね。そうなんです。いやいや、そういう場は必要だと思ってんだけども。ああ、ね、舞台がね、あると。ぜひ考えます。ああ、ありがとうございます。あの、メールが、ちょっと紹介します。リスナーさんのあるある。ああね。うん。アクアフェリオさん。コーンに乗ってるソフトクリームを食べるとき、うん、コーンに押し込めながら食べて最後はお尻から吸い出します。うん、ああ、あとチョココロネの、ね、あのね、そうそうそう、ね。ソフトクリームもそうね。ちょっと、普通に食べてる風に見して、ちょっと押してるよ。それ、見えちゃうと恥ずかしいから、お前何押しながら最後まで美味しくいただこうとしてんだってのがバレちゃうから、そう。さも普通に、やってくれて、ちょっと口を入れてこう。はい。ね。強めにね。そうそう。上唇でちょっと押すんだよね。すくうんじゃなくて押しながら、すくってる風に押す。すくってるように見せて押すっていう高度な。たまに鼻についちゃったりとか。鼻についちゃったり。攻めすぎて。いいですよね。うん。綿貫さんね。自動ドアの前で先に手を伸ばして少しでも早く開くようにするよね。自動ドアの前で先に手を伸ばして。ああ、ね、あの、もう自動ドア、うん、センサーに早く手を。ああ、なるほどね。一瞬立ち止まりたくないんだろうね。ああ、そうだね。感度いいやつって本当3歩ぐらい前からパッて開いてくれるじゃん。そうです、ね。でも、ちょっと鈍いやつって、うん、いるよ、みたいな。うん、すっごい。
ってことせっかちの人よ。せっかちの人ですね。だから手でさささ、はい、行くよみたいな。あ、そっか。スピード落としたくないですもんね。そうそうそう。希望はでもスピードそのままではなかなかいけないでしょ、自動ドアは。そうですね。TBS の地下のとこ、ものすごくセンサーいいですけどね。ちょっと横を通った時にガーって開くんですよ。TBS。うん、そうそう。早すぎて、感度いい、良すぎるやつも嫌だよね。良すぎるの嫌だ。それだけ早い、エレベーターにもその速さをね、もうちょっと求める。求めるよ、ね、トイレもあの早い時ありません、うん、開けた瞬間、うん、トイレがガッと開けた同時にあいって言って開く、うん、あるあるある自動で開くトイレ、ね、どうなってんだろうなセンサーあるね、うん、俺意外とあのトイレの手洗うセンサーって全然反応しないって、うんうん、俺はしない人する人はするよね、うん、なんか下手ななんかあれ全然水出ないなってタイプ、うん、俺だからもう そんなところにセンサーなんかあるわけないのにその蛇口の上とかこうやってやってみたりとかいろ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 工夫してみてなんだよって下から出るからあ慌ててさあ止まっちゃったそう早いしあれなんだ早い時ありますよね少ししかセンサーで出るあのハンドソープ。ハンドソープ。量少ないよね。少ない。少ないんだよ。少ない。もっと欲しいのよ。もっと欲しいっすよね。欲しい欲しい。アルコールもね、なんかそのお店によっては、アルコール、もう本当にシャッて、なんか、あの、パーって出る予定で、手かざしたら、チーしか出ないやつがあるとね。そういうこと言い出したらもうね、旅館の、温泉のほら、うん、あのシャワーとか一回ポンと押してシャーって出るけどすぐ止まっちゃうし、何回も押すとか、あれなんだろうね。あれは嫌だな。やっぱり流し、あのね、はい、あの止まれない人がいるから。そうだよね。そう、出しっぱなしの人とかいるからだろうね。そうそうそう、あれちょうどよく出ない。ちょうどよく出ない。そうだね。ありますね。チロリアンペ、あ、いいですか、ジャスティン・ヒーファーさんです。昼にカレーを食べて帰った日に限って帰宅すると母親が嬉しそうに今日の夕食あんたの大好きなカレーよと言われるのは何でですかね。一回朝カレーパン、昼は先輩にカレーうどんを食べさせられ帰宅したら母のカレーなんて日がありました。なんかそういうたまたまね重なっちゃうってことね、これある、うん、逆になんか帰り道どっかからの家のからカレーの匂いしてあカレーいいなっつって家着いたら今夜カレーって時はいいかもしれないけどもうん、あね、ずっとカレーで、うん、ついてきて家って大体大量に作るから次カレーうどんとか、うん、カレーチャーハンとか変な、うん、変えてカレーをね全部使おうとするんだよね。確かに、あそうそうね、うん、カレー、例えばカレーライスの次はカレーうどんにします。そうそう、でもうちなんかもうケチってカレーのルーとかあんま入れなかったからまあビシャビシャのもうシャバシャバ、そうシャバシャバのうちが発祥なのスープカレーはってぐらいシャバシャバ。じゃあ海魚ちゃん、次なんですか。もうおしゃれに半分なんて分けないじゃん、なんかご飯の上にカレーかけるじゃん。もう全部米の中に脇から全部カレーが浸透して、だから次の日の2日目のカレーが本当美味しかったの。水分が抜けて、うん、そうですね。それをまた水入れて温め直すとそうとすっから親がでそのままでいいっつってご飯だけ あったかくて冷たいカレーをでも濃いから、はいはい、それが美味しかった。美味しかったんだ。それは美味しい。だから濃いからね。濃いからね。1日目最初のはもうシャバシャバで食べたもんじゃない。食べたもんじゃない。あるあるだけ言ってたらちょっとお時間になっちゃいまして最後愚痴ですよ。生い立ちの愚痴。いや面白い、ずっとできるね。いや改めてじゃあこちらの本ですね、はい、タイトルがちょっと長いんですかね、これは。ああそうね、はい、この電池を変えてでちょっとでもテレビに気を取られるとあれ新しい電池どっちだっけってなるね。タイトルのこの表紙が一番字で埋まってます。埋まってます。すごい時間なんですよ。中開けるとスカスカなんですけど、あの表紙が一番埋まってるんですよ字で。読みやすい。ということでお時間でございます。今日のゲスト須磨貴史郎さんでした。ありがとうございました。どうも。